世界に出現しようとした弾力怪獣バモラ。グリッドマンは危機一髪、それを阻止したのだ。うわっ、ヒーローが怪獣をやっつけちゃった。 DCN ニュースがお伝えします。ここ桜ヶ丘で怪獣らしきものが目撃されたと噂されていますが、果たして噂は本当なのでしょうか。怪獣ってあなた、そんなもの本当にいるわけないでしょ。あの噂でしょ、見たって人は子供か酔っ払いでしょ。バカバカしい。しかし確かに目撃したと主張する人もいるのです。本当だよ、僕ヒーローも見たんだ。嘘じゃないったら。ヒーローがさ、怪獣を必死に戻したんだ。ビルを叫ぶから。大地、なんでうちの子が。怪獣見たって騒いでる子って次長のお子さんだったんですか。いや、またバカなこと。よりによって何もうちの曲で続けちゃったけど、すっごくかっこよかった。もう一回電話するの。向こうで夜電話したら怒られる。ラブコールなんかするやつ叱られて当然だ。ごめんなさい。ゆうか、何やってんだ、行くぞ。ごめんなさい。じゃあ後でな。私すぐ行けるよ。何かあったら電話すっからな。電話なんか大嫌いだ。はい、ママ、わかりました。そうします、ママ。わかってるよ、ママ。どうせ僕にかかる電話、ママからの命令だけだ。電話か、面白い。うん、そうなんだ。店の壁をこう、ほんわかパステルカラーに塗り直したいんだよ、母ちゃんのために。うん、ピンクもいいね。いや、俺が塗るんだ、母ちゃんに愛を込めて。もしもし、あ、ペンキ屋さん。あ、申し訳ございません、今の注文忘れてくださいな。その時はまたよろしくお願いします。はい、どうも。ダメかい、母ちゃん。どこにそんなお金転がってるんですか。それより棚卸し手伝ってくださいね。いや、棚卸しよりも店のイメージがさ。世の中景気が悪いの誰のせいだと思ってるの。いや、ごめんなさい、あなたのせいじゃないわよね。そうだ、母ちゃん、営業に行こう、営業。今の時代は営業だ。店の中でくすぶってちゃいかん。いらっしゃい。へい、いらっしゃいはないだろ、父ちゃん、八百屋じゃないんだから。一平、母ちゃんと一緒に営業行ってくるから店番頼む。そう、大事なのは営業、店番はいらないの。もう、じゃね。あいつ顔に似合わず論理的だな。誰に似たんだろう。さあ、母ちゃん、行こう行こう。はいはい、行こうな。行ってくるね。ラッキー、一度かけてみたかったんだ。ナオト、あんた約束したでしょ、留守番してくれるって。うちに泥棒なんか入りゃしないよ。何言ってんの。約束の時間に遅れちゃうんだよ。じゃあママとの約束は守らなくてもいいわけ。分かったよ。よし、晩ご飯の支度はしてあるからね。もしパパの帰りが遅いようだったら大地と二人で先に食べなさい。はい、じゃあね、行ってきます。大地のやつ、どこで道草食ってんだよ。留守番ならあいつで十分なのに。要領悪いな、ナオト。早く抜け出してこいよ。ねえ、知ってる？大地ちゃんがテレビに出たんだって。あいつが？なんで？ママからの電話なんかうんざりだ。電話なんか、あんなもん目障りだ。もっと怒れ、怒るのだ。その
の怒りで怪獣を作り出せ。火山怪獣ボルカド、背中にいくつもの噴火口を持つ。最強の武器は高熱の火山弾がつぶてとなって何もかも破壊し尽くす。私かな、暇してる？ねえ、一緒に遊ぼう。塾があんの？僕今よ、テレビの取材終わっちゃったし。テレビ？あんたが？有名人と一緒に遊びたい？また大地のチビがほら吹いてる。本当だってば、誰も僕の言うこと信じないんだな。信じる信じないかは人を見て決めることにしてんの。もういいかい？まだだよ。まだだよ。まだだよ。もういいかい？もういいかい？まだだよ。火山怪獣ボルカドンよ。人間どもに教えてやれ、わしの力を。デジファーは電話局のコンピュータに火山怪獣ボルカドンを侵入させた。ペイちゃんだよ。お兄ちゃん、助けて。なんだ、かなかよ。忙しいんだから邪魔すんなよ。ドアが開かないの。ちょっと泣かないでよ、大地ったら。大地？おい、かな。どこにいるんだ？見せ場してんじゃねえのか？どうしたの？どうしたんだ？どこにいるんだ？大地の、一緒に。かなちゃんに何があったの？店見てくる。
が来てるんだよ。なんだろう。はい、発生ブレットは電力です。もしも、もしもし。次長。なんだ。それがこれ。なんだこれ。いたずらですよ、いたずら。たちの悪い。いやー、ちょっと待って、なんだって。愚かな人間どもよ。俺様が人間世界を征服する日まで混乱に苦しむがよい。魔王カーンゲジファ。なんだこりゃ。カナ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ダメだわ。ナオトたちにも消防署にも繋がらない。どうなっちゃってんのこの電話。とにかくカナと大地を探す。ユカここにいてくれ。カナからまた電話がかかるかも。でも電話が変なのよ。一平。大地、どこだ。どこにいんだよ。ジコールだ。あ、お前だ、はい、お前さん助けてください。どうしました、事件ですか。いや、友達は怪我をしたんですが、電話の混線がひどくて救急車呼べないんですよ。そりゃ大変だ。この小金村に任せなさい。さあ乗って案内願います。はい、乗っていいんですか。二人乗りは道路交通法第57条違反だ。いかんいかん。ナオト、大変なんだ。こっちもたった今 G コールが。え、行こう、急ぐんだ。俺はダメだ、彼女は一応探さなきゃ。え、カナちゃんと大地を。詳しいことは。あ、クリットマン。クリットマン出動だ。電話熱そうなんです。話は後だ。アクティブフラッシュ。公園の裏側の原っぱ。
俺が行く。こちら東京レスキュー、ただいま通報のあった2名無事救出いたしました。カナ、カナ、カナ、大地、大丈夫？わかる？お母さんよ。ちょっとしたぜ、一時はどうなるかって。でも俺たちだけじゃないぜ、みんながゾッとしたはずさ。カーンデジファーに電話を狙われただけで。でも電話って命とつながっているのね。ごめんなさい、いたずらに使って。いいんだよ、いいんだよ、持ってなさい。何言ってんのよ。いいかい、これからは危ないところで遊んじゃいかん。それと学校の帰りは道草なんかしちゃいかんぞ。もしもし、美穂ちゃん、大地って男じゃないんだよ、すぐ泣くしさ。あ、何言ってんの。大地、お前聞いてないじゃないか。いい加減にしなさいよ。また始めてよ、お前と。私たちの世界に魔王カーンデジファーの悪意に満ちた挑戦状が叩きつけられた。次は一体どんなことが起きるのだろうか。Love you.
魔王カーン・デジファーの次のターゲットはコンピューターを搭載した最新式の自動車だ。ナオトの父宗一郎を乗せた暴走自動車は桜ヶ丘の街を猛スピードで走り抜ける。グリッドマンは暴走自動車のコンピューター世界に入り込めるのだろうか。次回、電光超人グリッドマン暴走自動車、お楽しみに。